一つの時代の積み重ねが新たな伝説を生み、ここにまた一人のヒーローが誕生した。ロックマン。スーパーファミコン化が最も期待されるアクションシューティングゲームがついにそのベールを脱いだ。今までとは違うロックマンの世界、さあ熱い思いで体感してくれ。これがスーパーファミコン用ソフトロックマン X だ。このスーパーファミコン用ソフトロックマン X は従来のファミコン版ロックマンとは別のシリーズとして構成され、ゲームシステムも新たな要素を数多く取り入れました。このロックマン X 最大の特徴はパーツシステムにあります。このパーツはステージ中のどこかに4つ隠されており、装着することによりロックマン X がパワーアップする仕組みになっています。頭に装着すると頭上からの攻撃を防ぎ、体に装着すれば敵の攻撃から受けるダメージを半減させます。腕のパーツを使用するとより強力なチャージショットが打てるようになります。足のパーツを装着すればダッシュによる高速移動のほか、キック力が上がり壁なども破壊できるようになります。ロックマン自体のアクションも新たな要素が取り入れられ、壁を登ったり敵のロボットを奪って大暴れするなど、ゲームの面白さはもちろんのこと、そこにいる雰囲気と臨場感を味わうことができます。一方ロックマン同様、このゲームでもボスを倒せばボスの持っていた特殊武器が使用できるようになります。この特殊武器を効果的に使うことでステージを楽に進めていけるだけでなく、どの武器がどのボスに効くかという戦略的要素が生まれ、より一層奥深いゲーム性を楽しむことができます。これらの他にもステージ上にはゲームクリアの助けになるように、いろんなエネルギーの最大値が少し増えるアイテムやエネルギータンクなどが隠されており、アクションゲームの醍醐味をこのロックマン X で存分に味わっていただけるでしょう。また敵キャラたちも個性的で表情豊かなものが揃っており、一つ一つの動きにも面白さを感じることができると思います。ストーリーはレプリロイドと呼ばれる完全人間型思考ロボットとの戦いを軸に、潜入との友情、思いもよらぬトラップの連続やどんでん返し、そしてラストには感動的なエンディングが待っています。今までのロックマンとは全く違う新たな内容で君に迫るスーパーファミコン用ソフトロックマン X。 ここにそのベールを脱ぐ。この興奮をぜひカプコンブースで味わってほしい。ロックマン X 余価9500円にて12月発売予定。カプコン。
西暦 2100WX 年、人間的思考を持ったネプリロイドと人間が共に共存し繁栄している世界に、突如ネプリロイド最強軍隊であるネプロフォースのクーデターが始まった。そしてイレギュラーハンター司令部は X とゼロに出撃命令を下した。ロックマン X シリーズ第4弾、ロックマン X4。 ロックマンと共にユーザーに支持され続けてきたロックマン X、 カプコンではこのロックマン X4 もロックマン10周年記念ソフトシリーズ第3弾として発売します。プレイヤーは X に加え親友ゼロも初めからセレクト可能になり、それぞれストーリー、アクション、敵なども変化し、1枚のソフトで日本分のゲームが楽しめます。強力な剣で敵を切り裂くゼロは X とは全く異なるゲーム性を持ち、また倒したボスから必殺技をラーニングすることが可能。そして X 同様、ボスを倒せば倒すほど使える技がどんどん増え、アクションが多彩になり、キャラクターを操る楽しみも増えていきます。ストーリーの展開に合わせオープニングやゲーム途中随所にアニメーションを挿入し、ゲームを盛り上げます。誰だ？私の最高傑作。あんた誰だ？また CG 取り込みをふんだんに使ったリアルな背景など、今までのロックマンシリーズのタッチと一線を画します。そしてライドアーマーやパワーアップパーツの進化、ロックマン X4、 プレイステーション、セガサターンで8月1日発売。当社デザインによるオリジナルパーツメガアーマーを同梱した限定パックを用意しました。メガアーマーファンには魅力的な限定版です。ロックマン X5。
X、迷うことないです。こいつは悪いやつだ。X、聞こえる？今回のイレギュラー反応はこれまでとどこかパターンが違うみたいなの。ゼロさん、聞こえますか？処理場最深部のマグマには十分にご注意を。アクセル、聞いてってば。スイッチによって重力の向きが切り替わるっていう複雑な仕組みです。注意です。頼む、任せておけ。今助けに行くよ。てはならないのはこの世界の方だ。新たな世界を生み出すため喜んでこの身を捧げよう。古い世代のあんたらには分かりっこないだろうしね。破壊につながる危険なものを生み出しながら世界はここまで来た。所詮は新世代ということです。俺は選ばれた、あんたは選ばれなかった。このような古い考えではいつまでも同じことを繰り返すだけだ。長き我々の因縁もこれが最後だ。あってはならないのはこの世界の方だと考えたことはないのですか？イレギュラーじゃないの？あれ、正しいことをしているの？新たな世界を生み出すため喜んでこの身を捧げよう。そうやって破壊につながる危険なものを生み出しながら世界はここまで来たんだ。やはり旧世代か。そのような古い考えではいつまでも同じことを繰り返すだけだ。あんたさえその気なら俺たちの大将になれたかもしれない。ってことさ。なぜあなたにわからない？所詮は気にせないということですか？俺は選ばれた、あんたは選ばれなかった。超えられない壁ってやつさ。俺がこうして立っている限り望みはある。
Sigma. I really can't say how many times this makes it, but rest assured, he isn't coming back.